皆さんこんにちは、 BMC の吉田陸です。本日はパンチ、ストレートを強く打つ方法をお話ししたいと思います。もうストレートの打ち方もですね、もう本当にプロ選手もたくさん、もう様々な打ち方ありますし、トレーナーの方によってはもう教え方も全然違うので、まあ、10人トレーナーがいれば10通りの指導法があると思って、ここは頭を柔らかくして、ね、聞いていただきたいんですけども、私どもの教え方はですね、まずやっぱり土台である下半身の使い方を正しくしましょうということなんですね。で、本日はこの足の回し方と、腰の回し方、ここを重点的に説明させていただきたいと思います。構えは前回説明しましたので、ちょっとこれを端折りますね。はい、しっかりこう構えが重要になるのは言うまでもありませんけど、まず、ね、後ろ足である右足、オーソドックスの方ですね、これがしっかり回らないといけないんですね。つま先、膝がまっすぐ前向くぐらいに回る、その方向にストレートのパンチを出していく。これがあんまりちょっとしか回っていない、逆にこう回しすぎている、こう力蹴ってね、向こう流れてます。で、回さないっていうのはちょっとしか動いてないのに上半身さっき回ってますからおかしいんですよね。例えばこうなんか投げる真似してくださいってやると、皆さんこれ足回るんですけど、パンチ打つとなるとこうなっちゃうんですね。慣れてない動作の中なんですけれども、まず足が回るから腰が回る、腰が回るから上半身を置いて、上半身乗ってる腕が押されて出ていくという形になりますから、ね、これをこうさっき早く出したくなって当てたくなっちゃうんで、こうしちゃうんです。足回る前に手が動いてしまう。ですからね、左手構えてますね、この前に。前の手を追い越すまでは腕を伸ばそうという意識は持たない。前の手追い越しました、初めて、伸ばす意識も本当はないんですけど、勝手に押されて伸びちゃったっていう感じなんですけど、パンチはとにかく足で打つものなんですね。足をただこう回しすぎない。で、回してもこう、ここまでいかない。この状態でこの押せないですから、やっぱこう、押し切る。と中速で陣を押さないと、なんか重そう思ってください。この状態では押しにくいはずなんですよ。こんな状態。こう回してグッと押さないといけないはずなんです。ですから、この状態で伸びていったのがパンチっていうふうに考えていただきたいですね。まずこの足の回し方、しっかり、つま先立ちして地面当たるところ、中速が地面に残っている状態で、つま先、膝がまっすぐ前向いている。もちろん実践ではね、こっち打つときもこっち打つときもありますし、もう逃げながらやったらバーン手打ちみたいな感じになります。もう結果は全てなんで、プロの世界でしたら倒せば何でもいいっちゃいいんですけれども、そこは最初に申し上げた通り、頭柔らかくして、ケースバイケース、あくまでも今お話ししているのは基本です。そして、ね、腰の回し方なんですけれども、腰がこう回らないといけないんですよ。これをですね、こう回ってる方があるんですよ。わかります？腰の高さこのままならないといけないんで、高さ変わらないで回るってこういうことなんですよ。これが斜めに回っちゃう。どういうことかというと、正しくはこうなんですね。これがこう回るってことはエネルギーこっちなんですよ。手はこっち出せるのに、足下半身のエネルギーは向こう流れていっている。これはパンチ力上がるわけありませんよね。ですから前に押し出そうとするエネルギーでどんどん、これが正しくはこうです。これがこう、お辞儀にして、ね、先に手を出したいという方はこうなってしまいがちなんで、倒れながら回さないで、もちろん遠くでガーン打つときもあるんですけども、今は基本です。で、当たってからぐーっとこう体重乗せて押していくんです。最初になんか押そうとするからおかしくなるんです。これ戻りにくいですし、次何か打てるか。出ないですね。こう回るから戻しでフックであったりボディであったりとか、ね、まあ、すぐにスリッピングできたりとかが入ってくるわけなんで、ね、まずこの腰が鏡見ながらこう回ってもこう回っちゃいないかっていうことをチェックしていただきたいんですね。今回は2つだけです。後ろ足のね、蹴り方、つま先、膝の方向、そして腰の回転する時のポジションですね。斜めに倒れないでまっすぐ回っているかどうか、
これをぜひですね、ご自宅でも鏡見ながらできる練習ですのでやっていただければなと思います。これでストレートが強くなります。